YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。大木陽一郎です。本日はですね、はい、オセロニアが激アツということで、岩盤浴よりもさらに熱い溶岩浴に来ております。おー、イエイイエイ。一体その溶岩浴で京ちゃんが何をするのかというとですね、はい、この150キロのこのデブ、私が溶岩浴に1時間も入ってしまったら、はい、どうなっちゃうの、痩せちゃうの、痩せちゃう。ですので今日は私の体を使って実験していきたいと思います。まあ、というわけでね、早速溶岩浴入りに行きましょうよ。はい。でもね、その前に結果後と結果前の体重が気になるから、はい、体重測りましょうよ。測ります。はい。何キロだ。155.1キロ。というわけで皆さん、155キロ覚えておいてください。はい。早速入りに行きましょう。きょうちゃん、待て。なに GoPro カメラ。GoPro？ うん、これ俺の相棒。相棒入ったらスタートしますね。はい、行きます。行きます。気持ちいいな。うん、気持ちいいよ。気持ちいい。もう汗かいてるもん。早い。こっちガチンコでやってっから。1時間。ああ、ちゃんとひっくり返るね、きょうちゃん。結構だったと思ったらね、まだ6分しかなってなかった。やば。甘くなります。うつ伏せでだいぶ体と思ってるから、仰向けにした途端もパーッと汗出るね。すごい。あと何分？あと1分15秒。6 5 4 3 2 1。1分経過です。1時間達成。よいしょ。しました、キョウチロウさん。1分。ちょっとこれどうでしょう。ちょっとこれ、ご苦労さんね。一旦、汗流す。あ、お風呂入るのね。はい。はい、というわけでですね、1時間入ると155キロのデブが。待て、この結果の前にちょっとゲーム画面の方に。ゲーム画面の方行く。行く。じゃあ、ゲーム画面の方へ飛んでけ。一旦お家の方に来ました。チャルちゃんから伝えたいことあるそうですね。はい。一体何なんですか。なんと、うん、オセロニア史上、はい、過去最大に暑い冬休み。冬なのに暑い。暑い。うん、豪華プレゼントをゲットしてオセロニアを楽しもう。はい、イエーイ。のブルブルがすごいね。違う。激アツが3つあるんですよ。激アツが3つ。はい。ほう。激アツその1。その1。超絶ミラクルガチャ実施中。好きな属性の S プラスゴマを無料で1体のみ確定でゲットできます。はあ、これはもう誰でも今できちゃうわけだね。はい。うん、激アツその2。うん、今から始めた人は、最大170個、ガチャ11連3回分の星のかけらが無料でゲットできちゃいます。はあ、たまらないね。いいですね。はい、激アツその3。まだある。これ暑いですよ。暑い。12月30日までに、オセロニアをダウンロードした人に豪華景品が当たるお年玉プレゼントくじを開催します。ああ、もうね、今年も終わりだと、お年玉だよということでね、はい、この尺は何をするとか、その激アツの報告して終わり。違う、ゲームをしましょう、京一郎さん。ああ、せっかくのオセロニアをね、うん、体験していきましょうと。はい、じゃあ早速、はい、行きましょう。お、体制成立。来た。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、相手の方が HP 高いな。うーん、強そうね。相手の方が強そう。
オセロニアのルールは、基本ルールはオセロです。はい。で、相手の HP をゼロにした方が勝ちとなります。はい。はい。でも相手の方が今 HP 高いからね。やばいよ。でね、あの青いコマは、うん、コマを置ける。青いね。青いマスね。そうそうそう。うんうん、青いマスはコマを置けて、うん、黄色いマスはあの、うん、スキルが発動できるんです。うん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 。で、オレンジはコンボスキルが発動できます。うん。ここでしょ。もうこの、これあの最初のエスプラ限定のやつ当たったやつ、もういきなり使っていくから。要はその確定で1枚ゲットできるやつのやつなんだよね、このキャラ。俺はもうドボン、これでほらでも今相手の HP 俺と俺より低くなったから。なんと、キョウちゃん、はい、これに勝ったらご褒美ありますから。勝ちてー。こういうなんかよくわかんないけど端っこ取っていきたいでしょ。なんと、キョウちゃん、うん、これに負けたら罰ゲームありますから。ちょっとなるほど、相手はこの端を取ってきたわけです。コンボが発動できますね。コンボ、コンボ使っていきましょう。あ、お、これはいいダメージ。お、じゃ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 、これいけんじゃねえか。強い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 。 HP がこっちが低くてもですね、うん、これなんとかいけるかもしれないです。これで強さに決まるんじゃない。これはいったんじゃないか。もう最強の俺のリーダーコマ出すわ。ドン！やったー！まあでもね、今みたいに HP が向こうの方が多いからといって、はい、こっちの方が少ないからといって負けるっていうことでもないんですよ、うん、直感的にね、やったばっかりの俺でも全然勝つ見込みがあるわけですから。なんと、京一郎さん、勝利した京一郎さんにはご褒美があります。ご褒美？デパ地下に行って、デパ地下？買ってきた、ええ、お高いおむすびです。寿司みたいになってきた。あれ、きょうちゃんエビよ。落ちて落ちて復活。うまい。よっしゃ、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。体重も気になった頃でしょう。はい、現場のきょういちろうさん。はい、というわけで誰も飛ばしてないな。飛ばすなよ。俺も飛ばしませんよ。飛ばしてないな、誰も。もう飛ばしたら見れないような編集にしてもらうからな、本当にもう。すごい斬新。霊下に、うん、もう特殊な加工で、ね、もうあれ見えないってやつするからな。さあさあさあ、皆さん気になる体重ですけども、私155キロありましたね、開始時。うん。1時間後。うん。乗ります。すごい、ひょうちゃん。約2キロ。1.3 キロだけど。約2キロですよ。あ、歩数はもう。約2キロですよ。はい、歩数気にする、逆にでか。すごい気にするけど、チャレ。あ、どうしたの、うん、下の概要欄のホーリーですね。逆転オセロニアのダウンロードリンクありますんで、そちらの方でもダウンロードして遊んでみてください。それでは、ひょうちゃんでした。